新平家物語第198回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です頼朝のほくろ亀五世頼朝の声が庭越しに彼女を呼んだようであった亀の前は水仙を手に座ったまま「はい」と母屋のすのこから地仏堂の方を振り向いた そこの瞳やつまどの口を通して、地物道のうちにいる頼朝の姿が朝の光にすいて見える。十八年の間、一朝も欠かしたことがないという法華経二部の毒図と、その後の写経の日課を今終えたらしい顔を頬杖に乗せ、頼朝は京机の前から彼女へ微笑を送っていた。先ほどから思案顔よの亀小瀬。まあ、 お人の悪い。どうして、ご社教とばかり思うておりましたら、そなたも眺められてほしいようにすのこの角にいるものを、お今の寿司棚へ水仙を生けておこうと思いまして、それの思案か。壺が小さいのだな。水仙が長すぎて、同じことだ。かめおぜ。はい。あの勾配を一枝折って部屋のどこぞへ置いてくれ。 勾配ではなおこの壺ではいや、程よいものが心当たりにある。言いつけてもわかるまい。壺はわしが持ってくる。頼朝はそこの板へんを回って短い渡りを越え、おもやは通らずローズタに湯殿の方へ入っていった。薄暗い棚の隅にこのめの古壺が眠っている。口に指をかけて片手に下げ、竹窓から外に向かって、さだつなさだつなと。 呼び立てた。が、すぐ彼は、その貞綱の留守を思い出して、一人苦笑を漏らした。武蔵の渋谷にいる貞綱の老夫、佐々木玄三秀吉が、暮れから病みついているとのことで、先おととい、老夫の見舞いに行ったまま、まだ帰ってはいなかった。そこでもう一人の家僕貞綱の弟の森綱を何度も呼んだ。ところが、これも返事がない。そうか。 森綱もちょうど生害派を引き出して朝乗りに出ている頃よ。他に目わらべもいるが面倒に思ったと見える。自分で石井戸のそばへ出て行った。清水を汲み上げ、そして埃だらけなとこなめへ水をかけようとした。すると、壺の底に白いものが見えた。取り出してみると、細字で書いたフビのような紙編である。 対して気にも留めずに頼朝は下着の襟に差し挟んでおいた彼はもう一度持仏堂へ入った亀の前におらせた勾配の一枝と常滑の壺とはよく映ったそれはまたどこで見るよりも持仏堂の内がよい昔平の胸宗清がこうしてくれたまだとらわれの身であった十四の春に今日は月こそ違うが 池の善にの命日であった自分の命乞いをしてくれたあの人はもうこの世にはいないそして尼に助けられた自分はこの春で31昼ヶ島の廃所へ身を移されてから18度の正月をここに迎えたわけである胸キよよ平の夜表へ胸キよどうかお前だけでも達者でいてくれ 報いたいを人が世にいなくなるのは寂しいし張り合いのないことぞよ。頼朝は勾配に向かって語った。そうだ、今日は宗清のために。彼はその日、日課外の日課に勤めた。写経筆を持ち直し、宗清の幸福を祈りながら、不問本の一部を乗車した。 死者の供養にする技よりも、まだ生きている人への善意の仕事の方が、やはり彼には張り合いがあった。その張り合いを、この世の中へ大きくかけてみたい。胸清えも生きているうちに少年の日の恩に報いたい。それには、自分へ問うも愚である。廃所の囚われ人であるうちは何もできはしない。 胸ウにすら、かつて一通の手紙すら送ってはいなかった。それでいいのだ。それゆえにこそ清盛も。体のどこかで彼は一人暖かな微笑をもてそんでいる風だった。それは頬にも口元にも浮かんでこない。皮膚の下でしている北そえみである。 その皮膚は、十八年の月日を多くは屋内に過ごしたせいか、神殿の人にも稀なほど白かった。しかし、世紀にかけた都の貴族とはおよそ肌の照りまで違っている。 マナコは方眼というか、ぎんなんのような膨らみを張って、目尻より長い眉がよく男性を象徴し、義朝に似ておもながの方だが、下膨れとも言えるほど豊かな総境とあごとにどこやら長者の風がある。ただ、傷といえば、左の目尻と眉尻との間に大きなほくろのあることだった。そのほくろを、 つい先月頃からこのルニン屋敷の一室に居候している旅絵師のハリマの国道が見てあるとき、取るも推し、取らぬも推しのほくろですな。ざれとも見えず大真面目に頼朝へ行ったことがある。なぜと問い返すと旅絵師のハリマは、手前が人相味から聞いたところによると、それは序難のほくろだということですから、と答えた。 その時は大いに笑ったが、後では頼朝も少し気にならないではなかった。自分でも思い当たる不死がないでもない。取るも押し、取らぬも押しとはうがったやつと思う。針馬というのんき者は時々そんなひょうきんな話題をまく。ここのニン屋敷はそういうのんき者も一人や二人は置けるほどまかずも多く、宅地も広かった。 ニ人の住居としては随分良い待遇と言って良い。母屋を中心に自物堂があり、侍部屋もある。新城、釜屋、湯殿、目べ部屋、ぬぼくの子屋、馬屋など。門こそ低いが、池垣の周りは小立ちをなし、ぐるりと自然の小川が巡っている。 いわゆる島とは違うが、昼が島とところの者が呼ぶほど一つの隔離された地形になっていた。十八年とはよくもいたもの。彼も思うし、世間もよく言う。しかも、池の前人の里市を守って殺生を行わず、粗暴な人間と交わらず、朝夕に京をずし、日課に写経し、これが自然、都へも聞こえていたろう。 清盛とて常に心には止めていたであろうが、その清盛もついには安心しきって、頼朝が幾歳の男になったかも今は思い出しても見ないに違いない。だから頼朝の身にはほとんど何らの拘束はなかった。伊豆のうちならば旅すらしようと思えばできる。稀には走り湯ごんげんの湯に浸かりに行ったりもする。伊藤へ で伊藤佐親のたちの一部にいくつきかいたこともある。その上、次女としてではあるが、廃所の局に女性を入れることさえ黙認されていた。亀の前はそうした女性なのである。吉橋太郎入道という者の,の娘で、何事にも内気で従順な女性らしい。その上、頼朝に貸し付いたことを、身に過ぎたもののように思っている。 あまりにハラハラ気を使う様子がいじらしさよとも見えるし、時には帰って頼朝には何か食いたらない思いもして、味気ない青春のつい足のようにも囲たれた。衣服を変えよう。亀ごぜ、小袖を。自物堂を出てくると頼朝はその肉付きのいい獅子へ伸びでも与えたいように腰へ両手を当てた。亀の前が揃えたのを見て、違う。 いつもの、と、また言った。あの、紫草のお小袖ですかそうだ。去年の正月、引きの雨が丹精して、はるばる武蔵野からこれまで持ってきてくれた小袖。元日からずっとお召し通しでいらっしゃいますのに。好きなのだ。あの小袖が。いや、雨の心を肌に着ていたいのだ。でも、さすがにお襟元も汚れましたので、解いて洗いでもしたのか。え、いえ、 まだ、ならばあれを出せ。天の丹精もだが、頼朝はその薄紫にくすみをかけたような色合いがひどく気に入っていたらしい。袴も引きの天が縫ったのを履き、ひたたれも改めた。おや、このようなものが。なんだそれは。お脱ぎ遊ばしたお下着と一緒に。お<う>壺の底の。彼は忘れていたらしい。 懐に入れておいたあの薄紙の一紙片を。円座に座って何気なく読み始める。それは、おとといの夕べ天の塔影が柿の間から下木の森綱の手へそっと渡していったものだった。伊豆の家じゃ有綱の密書である。一読したら焼き捨てろと森綱は塔影から言われていた。けれど、兄の定綱にも見せねばと考えた。 兄の帰る日までと床なめの壺の底へ隠しておいたものである。いつの間にやらこんなうごみ気を。頼朝は立然とつぶやいた。何のために十八年を行い済ましてきた頼朝と見ているのか。さても物騒な輩よ。仏然と次には表へ怒りがみなぎった。すぐそこから森砂こいと呼び立てそうな様子であった。 けれど、すぐ思い直してしまったらしい。事故を制御することに、意志の揺るぎはなかなか見せない人であった。不意に顔の向きをあらぬ方に変え、図下と牢の端まで出て行った。そして、小部屋の一つへ、針オルかオりまする。そこの引き戸を開けて、F で思ったままの彼の慌て顔が中腰でこちらを見上げた。オりまするが、との何か御用で、と申せぬか。 鴨川べりでも。えお出ましで。絵筆も持つとよいな。さても、お珍しい魚医を。彼があたふたと絵筆をまとめ、それを持って裏庭から出て行くと、頼朝はもう相場の上であった。歌募の森綱は、留守せよと言われたので、何か頼朝へも馬へも恨めしげに口輪を離れて立っている。亀の前も式台へ出て手を使えた。 何か男の心からはぐれている自分を悟りながら、自分には取りつき得ないことを諦めているような姿である。黄昏までには戻ろうぞ。神奈川辺りを一巡りして。駒は小川の橋を越え、しばらくは廃所の生け垣を道に沿って横に見てゆく。道が分かれます、どちらへそうだな。寺家から北条へ出ようか。北条へ。 はあはあ、何をわざとらしゅう目をそばだてるぞ。いや、よいお馬で、これは実に、わかるのか。口輪はとれもしませぬが、よしやしだけは絵を描くまなこで。千年、北条殿からもらい受けた駒よ。北条殿は惜しまれたが、即女の政子殿がしきりにお口添えしてもうたゆえ。では、 雅子様のお贈り物と申しても良いほどですな。そろそろ危ういかなで。何が危うい取るも惜し取らぬも惜しの。このほくろか。宝城ぼくろと駅の家には出ましたが。それ、小水をつるな、無駄口聞いて。ああ、いけない。片足を踏み滑らせて、針間は顔の泥水を横にこすった。 危ういかな。今の占いは自分のことでした北条殿のことはよう存じませぬ次回は「さ子」です。よろしければ、 いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は画面右下のザのマークからどうぞ。